待ちます。シェイさん、はい、着きましたね。はい、着きました。いやー、歩くと大変だったこれですね。バスでちょうどねえ 4,5 分ですかね。 4,5 分ってところでね、はい、結構山の中入ってきました。だいぶ向こう傾斜とか、ほらわすごいね、はい、あれ木倒れたのかね。雪解け水もすごい、やっぱ大原と同じだ、はい、じゃあ登ってきますか、はい、いやー、ずいぶん増えたね人が。ね、増えましたね。海外の方もずいぶん、海外の人がどっから来てんだろうね。アジアっぽい感じでしたね。やった、うん、これ見て、いい音でしょ。はい、うちの田舎もこんな感じだったな。大分、宇佐、宇佐ね、え、あら見覚えありますね。ね、客引きがすごかったね、前ライダー車でね、うん、ああほら魚、今寒いから、いや身を切るような冷たさだもんね。いや、貴船にね、ぜひ皆さん来てください。車が来たね。え、こんなに清らかな、ねえ、ほら川の近くまで降りられるわ。いやいいね、ほら、水は何度ちょ、一番と気をつけなさいよ。大丈夫、流されるよあんた触って温度なんかわかんの。シュイチ危ない、雪がシュイチ危ない冷たい。まあそんな思ってたより冷たくない。いやー、ほんと清流だね。いやー、これはもうこの山から出てんだよね、これ。ね。ね。また車来た。いやー。いやー、あったかいもの食べたいね。撮りますか？え？うん、撮って。車来るから危ない。車危ないね。俺たちも車で来たけど、はい、あ、お食事どころ、なんか冬はボタン鍋とかやってるっつってたね。あ、そうですか。あの夏はあの川床でね、はい、食べさせて。冬はでもなんか休んでるとこ多いのかな。まあで多分そうですよね、書き入れ時では、ね、今日でも休日だよ。まあ、いい天気ですしね。うん、いやー、雪がちらちら。登ってる。誰に案内するの？どっから来てるんだよ、全然。割とあれ三重弁に近いです、ね。ああ、そう、はい、あ。京都の人はあんまり来ないけどね、はい。いつでも来られるから。やっぱ分かる三重弁って。まあなんとでも。違うんでしょうけど、でもああいうテイストです。一口にね、はい、大阪弁だって京都弁も違うし、いろいろありますから ね、地域によって。でもやっぱ分かるんだってね、うん、あ、そうみたいですね。ねえ、三重の人とか、はい、訛ってる訛ってないっていうのとかね。ああ、ほら賑やかになってきた。来た来たいや、もう京都来るとやっぱ1万歩は超えるね。超えます。もうすでにもしかしたらね、これ降りる頃には、あ、それはもうさっき井の田コーヒー行って5000ちょいあんま車でちょっと車が行くとこじゃないからね、はい、細かい路地とかあるから、まあ、歩いた方が自然にね、歩いてるよね。そうですね。
健康にもいいわ。あ、いっぱい人が出てきた。降ってきた。ちょっとだいぶ道が細くなってきました。うん、これ木舟なの？本当は。なんか見たいっすね。木舟神社。さっきそう言って木舟口って言ってましたよね。ああ、やっぱ来てみない。ずっと木舟木舟だったね。木舟って思ってました。木舟。ワンちゃんがほらこっち見てる。いや、本物じゃないじゃない。違う？違います。車がやっぱすごいな。あ、こういう風景いいね。あら、来ました。あ、来ましたよ。いよいよ。いよいよ、そういったの念願であった。本当ですよ。ちょっと階段があるのね。はい。よく見かける光景だね。ほら、あの階段。あ、そうだ。ねえ。後ろバックしてきて気をつけてください。あ、バック。一回切って、師匠、これ一回切っていいですか？え？一回切っていいですか？何？切っていいですか？いや、これからだよな。これからがいいんだよ。これがこの一段を登っていく姿。平野シーンみたいな。シーンでしょ？うん、ほら、ね、あれだ、あれ、じゃあ登っててください。どうした？さほどないよね。さほどないですね。みんなも登ってきて。みんなって僕と一緒にお参りする気持ちになって。あ、そういうことか。視聴者に、皆さん、これ登りより降りる時が大変なんだよね。ね、あとちょっとね、雪が若干あるんで。向こうから降りられるんだよ。あ、結構運動不足だけど、あ、行ってきた。あ、これ灯籠ね。うん、灯籠が、あの不思議になりますよ。あ、そうですよ。千本、灯籠じゃない、はい、あれ千本と堀見だ。さあ、いった。到着。あんたがほら、これ。これですね。これ、今発祥の地。はい。脳書きを写してあげてね。はい。みんなが読めるくらいの先人にならへ絵馬を奉納してご祈願ください。あら、絵馬を、これが絵馬発祥の地ですよ。馬はね、本当、人を見るって言ってた承知みたいなね。男は振り落とされちゃうんだよ。案外懐くかもしれないですよ。行きましょう、なんか戦争でね、はい、馬やなんかあれしてて、馬は泣くんだって言ってた。泣く、うん、涙流すんだって。ああ、うん、別れる時やなんかね。ああ、うん、あ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 、これすごいよ。これどっちからだっけ？こうだ。逆だったかしら。
お帰り。はい、吉井さん、はい、このあんたお手手洗いで、はい、汚れた手をね、そうそうそう、よいしょ、いやいやいや、さあご神木もすごいね、いやーすごい、ほらどこまで続いてんだろう、下から両方取った方がいいね、はい、上と下だからもう下からは戻ってくる、あーそっか、人映っちゃう、わーほらほらほら、いやー雪がまだねえ、いやあんたが夢にまで見たおみくじ買ってみなさい、あ、水水おみくじ。おみくじしばらく何年ぐらい。俺もしばらくやってないね。お伊勢さんはね、みんなあそこに来た人は大吉なんだよね。わあ、結構降ったんだね。おみくじ。はい。ね、あれほら、あそこに水つけるんだよ。いや、まずお参りした方がいいと思うよ、俺は。はあ、はあ、いやすごいね、うん、水を抜く、いやー 神様取っちゃまずいかね、そうですね、吉井さん、俺がご挨拶してるところって、はい、長持ちだ。それ。これどこで買ったの？うん、いいですね。群馬かな。群馬。高寺と俺と領寺と空寺。うん。お揃いで買った。お揃いなの？うん。これは神社お願いしちゃいけない。感謝すると。来られました。ありがとうございました。大将どんどん忘れてました。え？師匠今撮るの忘れてた。あんた何やってんのよ。慌てて。もういっぱい。じゃあ水のおみくじを、はい、ね、ちょっと買ってみましょう。はい。そういうのは私さ、自分で買わないとダメだね。はい。水選ぶ。選ぶもん。先生 OK なの。いくらかしら、あれないの、お金のあれはないの、え、自分の200円よいしょ、はい、じゃあよいしょ、はい、取りました、シェイちゃんもちょっと待って、あんた自分のやっぱ出さないとまずいでしょ、あんたじゃあちょっとここから出しちゃう、あんた小銭ぐらい支度しといてよ、150円俺これだよ、いやいや一緒じゃない、まあどっちでもいいよ、上からでも下からでも、これ取れ、うん、好きなの一枚だけだよ、ここから紙の、ほらほら何にも書いてないんですよ、ね、何にも書いてないところを水につけると、これはだから下鴨神社にもあったかな、
よし、まあ、これほら御神水やね。これ飲めんのかな。よいしょ、ほら行くよ。はい、落とさないでほら出てきた、出てきたよ、ほら。いや、小吉だ。またこれは微妙ですね。微妙。慌てずに待てば叶う。恋愛、気長に吠えた心のままなり。出産は関係ないね。重けれど治るって嫌だな。南の方、南の方、西京って書いてあるの。西京ってにどこ、西って、まあこれから東京に帰るからいい、はい、生きても心配大変さ、あんたが言うから安心して勉強するし、ご利益思わしからず。あれまずいね。結構小吉でも辛辣なこと書いてありますね。いてがたし急がぬがよろしい。気をつけろってことです。気をつけろ。はい、じゃあ小吉さん、あんたどうぞ。ほら出てきた、出てきた。うわすごいね。これよくあのほら炙り出しってのあるけどね、どうなってんだろうね。はい、はい、読んでごらん。え、末吉、はい、え、安心せよ。男女関係で争うことはあり、出産の長引くそれ北の方がよろしい。持病に注意するし、危うし、電力尽くすし、不意の不意の動き合い、なんだよこれ。俺よりひどいじゃない。本当ですね。じゃあ結んでくれる。はい。これ飲めるのかな、御神水。はい、皆さんも読んでくださいね。はい、これちょっと飲んでみようかな。飲んだらまずいかな。何も書いてないもんね。これ多分、はい、初期ちゃん、あ、カエルがいる悪いことはここへ置いて帰りましょう。こちらで清めてもらいましょうなあ、末吉ちゃん、末吉って小吉より悪いんじゃない。そうですね、多分ね。え、うわー、ほらシダ、シダがね、ご神水。やっぱこれ井戸なんじゃない。井戸ちょっと飲みたいけど、ちょっと小吉ちゃん、小吉ちゃんじゃない、いや、多分飲んで、あ、飲んでいいんだよね。ねえ、いやいや、どうぞどうぞどうぞ、さっきにこれ、うちはやる人なのかな。これさっき映したよ、映しました。そうそう、ね、映した美味しいですよ。清らかな体が、東京で汚れた体が。なるほど。見て、天狗いるね。ね、天狗刺し。あれ、はい、どうも。どうしたね、あんたも飲んだ方がよろしい。ちょっと飲んで、いやー甘いっすよぬるっと。嘘でしょ、あんたお土産買わなくていいの。なんか、まあ京都駅にいっぱい売ってるよ。カルネがいいんじゃ、カルネ。でも ここは入り口なんだよね、クラマンのね。帰りの方が怖いね、これ。帰りには怖い、怖い、怖い。石がね、
丸っこいのがあるから、よいしょよいしょ。さあお参りしたい。向こうからも降りられるんだけど、向こうちょっとなだらかなんだよね。じゃあ写真撮んじゃないの？あ、上から。でも誰か来るか、下から撮った方がいいね。どうせちょっと紙の方へ降りるからね。いや皆さんも貴船神社にお参りしたつもりでね。あらこっちの方が少し、あこっちも同じぐらいか。せいちゃん、じゃあ、本当だ。貴船神社から失礼しましょうか。はい、ね、これやっぱ菊の御紋だ。挨拶する。挨拶するよ。あ、する。あ、する。すみません。頼みます。はい。貴船神社で綺麗な体になりました。じゃこれから階段を降りて、食事にしましょうか、ね。はい。では。じゃあ皆さんさようなら。はい。